テレとビズ空飛ぶタクシーの実用化を目指すアメリカの新興企業ジョビーアビエーションが11日特別買収目的会社との合併を経てニューヨーク証券取引所に上場しました。ジョビーはトヨタから出資を受けて EV トールと呼ばれる電動の垂直離着陸機の開発を手掛けていて、ウーバーテクノロジーズの開発部門を去年12月に買収しています。ジョビーの空飛ぶタクシーは5人乗り、飛行速度は時速320キロ、1回の充電で 240km 以上飛ぶことができます。 EV トールは滑走路が不要で騒音が少ないのが特徴で、物流や近距離の旅客輸送などの活用が期待されています。また2025年の大阪・関西万博の会場移動に使用することも検討されています。